皆さんこんにちは、柚子胡椒研究家の青さんです。今日はもやしと豚肉の柚子胡椒炒めをご紹介いたします。定番レシピを柚子胡椒で味付けするだけで柚子胡椒の香りと辛みがたまらない激うまレシピに大変身しますので、乞うご期待。材料はこちら。今回は冷凍庫で化石になっていた豚こま肉を使いました。豚バラ肉でも OK。 もやしは水で洗っておきます。ここからは合わせだれ作り。料理酒大さじ1、鶏ガラスープの素大さじ1/2、にんにくチューブ1センチ、まあ大体でいいです。ここで柚子胡椒の登場です。柚子胡椒は小さじ1/2、今回はというか今回も多めに使いました。そして豆乳、しっかり溶かします。フライパンを火にかけます。そしてごま油小さじ2を投入。生き返った豚こま肉を投入。中火で色が変わるまで炒めます。肉の色が変わったらもやし投入。ここで一気に強火にします。強火でもやしをさっと炒めることでシャキシャキ感がたまらないもやしのままでいてくれます。もやしに火が通ったら合わせだれを投入。10秒くらいを目安にさっと炒めます。炒めすぎはダメです。お皿に盛り付けて完成です。ご飯にもお酒にもバッチリ合います。動画をご覧いただきありがとうございます。柚子胡椒研究家の青さんです。今日はもやしと豚肉の柚子胡椒炒めをね、ご紹介いたしました。定番レシピであるもやしとね、豚肉の炒め物なんですけれども、柚子胡椒を加えることであらびっくりね、ご飯にもお酒にもめちゃくちゃ合う一品、大変身するわけでございます。というものはね、あの柚子の香りとね、唐辛子の辛みがね、なんとも言えないわけですよ。もういいアクセント。はい、で今日、ね、このレシピのポイントはですね、調味料を混ぜて最後にガーッと入れて手早く炒めることです。はい、まあ、今回ね、青柚子胡椒を使ったんですけれども、青柚子胡椒の、ね、原料に使われる青柚子と青唐辛子っていうのはね、熟される前のものなんですね。なので加熱に非常に弱い。熱く加えると行方不明になります。バーンってね、うん、とか言っちゃうので、うん、大体柚子胡椒の定番といえば青柚子胡椒ですので、炒め物などの加熱料理に青柚子胡椒を使う場合はですね、最後に加えることをお勧めします。で、今日使って柚子胡椒はこちらですね。じゃん、大分県串野農園の柚子胡椒、ちなみに極上青ですね。いろんな商品出てます。こちらの柚子胡椒の特徴はですね、塩味が強い濃厚タイプです。で、塩味が強いっていうと結構塩分多いのみたいな感じになっちゃうと思うんですけれども、塩分が多いことで保存が効きます。唐辛子の辛みも柚子の香りも比較的残ります。はい、だって保存するだけでね、柚子の香りも唐辛子の辛みもどっかに飛んでいっちゃうね、柚子胡椒もありますので、その点すごく保存しやすい柚子胡椒ではあります。で、これを何で使ったかというと、これ炒め物に使うともうバッチリ味決まります。まあ、塩味が強いということと、あと結構まあ柚子の、ね、辛みもあるんですけどね、うん、割とこれで、ね、バッチリ決まるので、こちらをセレクトいたしました。気に入っていただけたらチャンネル登録、いいね、高評価いただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。